皆さん、こんにちは。なるほどてんです。今日もボールソードパズルで遊んでいきます。さあ、レベル126ですね。行ってみましょう。いやー、なるくん、今からあれなんですよね。えー、ステーキ食べ行くんですよ。ステーキというか、まあ、洋食屋さんのステーキなんですけども。いやー、楽しみですね。まあ、この結果ですか。は、まあえー、この後ですね。えー、レベル127でお話ししたいと思いますと。いやー、何回か行ったことあるんですけどね。そちらの、 洋食屋さん。いや、美味しいですよね。ステーキ。皆さん、どの部分が好きですかお肉。カルビーとかロースとか、なんかたくさんありますけど。まあ、私はどれですかね。まあ、リブロースとか、<laughs> サーロイン、サーロインってあれですよね。V ですね。確かサーロインステーキってよく言いますけど。まあ、ヒレとかもあっさりしたいときはヒレとかでもいいんですよね。もう、なかなか食べれないからですね。 食べられる時に、なんかたくさんお話ししようかないと。あとなんか、なんですかね、牛ちちゃんのマップみたいなの <laughs> あったんですけどね、ここは肩ロースよみたいなそういう部位の説明。それをなんか家に貼っておきたい。<laughs> 家に さあ、では、えレ、ー、くれですかね。ありがとうございます。えー、では、今回の動画ですね。以上とさせていただきます。他にもゲーム実況、えー、たくさんお出ししてますので、よかったら、なるほど点のチャンネルの再生リストから、引き続き動画ご覧くださいませ。では、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。